どうも白石秀則です。今日はですね、自分が撮影している機材でレンズもそしてカメラの紹介をしていきたいと思います。今からねミュージックビデオを撮りたい、写真をしたい、本当にね、僕本当まだまだ初心者です。まだね2年ぐらい映像を始めて2年ぐらいですね、本格的に。なのでですね、そんな僕でもこれぐらいの映像は撮れたりしています。どうぞ。はい、僕はですねやっぱりカメラレンズ沼に、入りましたよ。実際入りましたけど、それまでずっと吟味をしてですね、クオリティを高く、そしてあまりこうね、いろいろレンズを買いすぎない、ミニマムに行きたい、ということで、まず最初この今撮っている ZV-E10 APS-C 機のカメラを買いました。で APS-C 機のレンズを買いました。映像なので、正直、いきなりね、フルサイズ、そしてフルサイズのレンズに行く勇気がなかったので、APS-C 機でも、ある程度のものは撮れる。例えば、こういう作品。変えていくのも、自分だってこと。それは実証できたかなと思うんですが、やはりフルサイズ欲しいじゃないですか。そしてもう一大決心して今年の1月にフルサイズに買いました。何を買ったかというと、 ZV-E10 からフルサイズに切り替えた僕のフルサイズのカメラはこれ、ソニー α7S3、 こちらを購入しました。はい、上についてるのもソニーの純正のマイクですね、ショットガンマイク。これは指向性が変えれてですね、A 指向性、第一指向性とかね、全方位に行ける指向性、全部兼ね備えていて、ワイヤレスで、ソニーだと使えます。そういう取り回しがいいので買いました。でもミュージックビデオ撮るときはこれを外してね、カメラだけで行くんですが、こちら買いました。で、これついているのが、ソニーの F1.8-20 の G レンズですね。これはね、本当買ったのはね、ヘア撮り用ですね。 YouTube で撮るために広角のものが欲しかったので買いました。でも結局ね、撮影でも結構やっぱり使ってますね。広角の映像欲しいなという時はこちらを撮っています。はい、まずこれ、このセットね、 YouTube するにはもうめちゃくちゃマストかなと思います。やっぱね、 FX3 買いたいなって思う人もいると思うんですけど、ソニーね、どのカメラもすごく高くなってて、写真もしたいとか映像もしたいっていう方は、僕はまだ 7S3 でいいかな。 FX ちょっと高いっすね。10万以上の価格差が出てくるので、僕はやっぱこのファインダーもついてるし、写真も撮りたいので、こちらを選んでいます。はい、でレンズとしてフルサイズのレンズ4本かな、この G レンズとですね、もうちょっとこう寄りたいポートレートとして、そして取り回しのいい、レンズが欲しかったので、こちら一番高いレンズ、僕の中でこちらね、 50mm F1.4 の G マスター、こちらね、最近発売したばかりのものでございます。はい、これがねすごい描写がすごいいいです。最近撮った帽子咲さんのミュージックビデオでもこれ使ってて、すごくね描写がもうキレがあってね、めちゃくちゃいいですね。これを映像の中でこう何カットか入れていくと、ほんと説得力が増しますね。そしてもう一つ、次は無印のソニーのレンズ、もうちょっと望遠が欲しい、もうちょっとポートレートグッとねインパクト残したいということで、この 85mm ソニーの 85mm F1.8 ですね、こちらを買いました。はい、これめちゃくちゃいいっす、めちゃくちゃ安いっす。そしてね、中古で購入しましたが、これやっぱインパクトあります。めちゃくちゃボケます。
はい、人を撮るにはこのレンズあった方がいいと思いますね。そしてまあ取り回しを考えるとやっぱね、パッパッパッとこう時間がない時に撮りたいっていう時もあるので、その時にねレンズバンバン変えれないのでズームレンズも一本買ってます。みんなねタムラのねズームレンズ買うんですけど、僕はこのシグマのねこのマットな感じのデザインが好き、そしてあの色味も好きなので、僕はシグマの 28-70mm のズームレンズを買っています。はい、これ買ってます。 AF2.8 投資なので、ボケるし別にボケが入れないシーンも結構あるんで、すごいこれ一本でね自分の一日のルーティン、仕事の時のルーティンのやつもこれ一本で取り切りました。でもこれほとんど時間がめちゃくちゃ限られてない時はこれは持っていかないですね。基本的にさっきの3本広角の 20mm の G レンズ、そしてこちら 50mm の G マスターと 85mm の文字印、これ F1.8 ね、この3本で、全然いけちゃうっすね。これでめちゃくちゃいいっすね。はい、で最近買った、同じ時期に買ったのが DJI のね RS3 のミニ、これで、ガンガン撮っていってますね。まあ、他にも APS-C のね、レンズ2本、 G レンズとソニーの 35mm、ね、ズームレンズと 35mm 持ってるんですが、もうほとんど使わなくなりましたね。けどサブ機としてこれがあるからこういうね、レンズを使えるし、今つけてるのがシグマの 16mm の APS-C 機のレンズなんですけど、本当に APS-C 機の僕の最初の ZV-E10 カメラも大事に使っております。なんせメインのカメラはこちら、ちょっとね、はい、これ買っとけば割と当面俺はもう機材買わなくていいかなって思ってるぐらいベストバイだと思うんですね。なので本当皆さんもなんか買うときに、まあ、ズームレンズから行ってもいいし単焦点から行ってもいいしドカッと買ってもいいと思うんですけど、僕はこのセットが自分の中で最強だと思って買ってます。まあ、G マスターいっぱい買うのもいいんですけど、やっぱ予算もね限られてくると思うので、あの賢いこれもねすごい G レンズだけど安いんですよ、 20mm もね。でまあ僕このやっぱ G マスター高いですけど、まあ一個ね説得力としてこの描写欲しかったんで、あとはこの 85mm なんてもんはもうめちゃくちゃ安いですから、うん、最初にね初期投資として買っとけばもうずっと買わなくていいんじゃないかなと思うんですよね。何かの時のためにこのズームレンズは買った方がいいと思います。はいはい、というわけで早口で喋ってまいりましたが、僕の映像のレンズの紹介でしたね。本当にこれから映像を始めたいっていう人、そしてこう完結したい、この機材で完結したいという人にはこの機材ちょっと参考にしてもらえたらなと思いました。ただ FX3 動画しかしないっていう人はやっぱ FX3 がいいかなと今は思いますね。やっぱアップデートもかましてきてて、やっぱシネマラインのカメラなんで、すごくこう本当に本格的にプロとしてやっていくんだったら FX3 軽いしね、いいかなと思いますね。うん、僕はちょっとでもこの α7S3 買ったばっかりなんで、ね、使い倒して元取んないだなと思っております。ただレンズはねもうずっと使えますし、売ってもねまあまあ戻ってくるんで、レンズってのは資産になりますんで大切に使っていったらね、本当このレンズに乗り換えたいなって時に売れたりもするんで、うまくね運用していけたらいいなと思っております。というわけで今日は白石秀則のレンズそしてカメラの紹介でございました。さよなら、またチャンネル登録高評価の方お願いします。うん。